待たせいたしました。それでは記者会見に入ります。この度歌手デビューをする湘南ダンプラジオの皆さんです。どうぞどうぞ。現役 JK シンガーユニット湘南ダンプラジオのキラです。ルナンです。いよいよ私たちアーティストデビューします。うほうほあれ、いつもよりダンプさん若く感じるよね。言ってることも普段より面白いよね。ゴー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 。あ、もしかしたらさっき上野動物園に行った時ダンプさんをゴリラと間違えて連れてきちゃったかも。バレないから大丈夫よレナン。ゴリラの方がイケメンで歌も上手いから助かるよねキラ。湘南ダンプラジオよろしくお願いします。もうキラとレノンの裏切り者、意地悪、シクシク。俺はゴリラじゃないよ、早く檻から出して。でもさ、上野動物園のバナナってめっちゃ美味しいんだよね。うん、幸せ。まさにウハウハだよ、じゃないじゃない、ウハウハだよ。ゴリララジオスタートじゃない、ダンプラジオスタート。本日はこのままスタートします。来週メッセージいっぱい読みますからごめんなさい。今日は生贄ゲストコーナーデコさん、そしてその後は先週放送できなかったユリエ帝国放送部の曲紹介があります。よろしくお願いします。時間もないけどお金も愛もないです。ダンプエッジボーイのやっつけラジオナイトメア。この番組は DOB エンターテインメントとシステムプラザあゆみの提供でお送りいたします。大切なゲスト様を大切にいたぶるコーナー、いけにえゲストコーナー。いけにえゲストよ、ダンプラ城の恐ろしさを知るがいい。さあ十字架、数珠、ニンニクを持ってかかってこい。ニンニクより臭い俺のカレー臭を食らえ。わー、俺が倒れそうだ。ウェルカーム。本日のいけにえゲストは長野県出身、山梨県富士吉田市在住、富士五湖 FM パーソナリティでもありシンガーソングライターでもあるデコさんの登場だ。長野県出身のこの2人がバトルトークを繰り広げます。あ、俺まだ長野県にいた、どこも受け入れてくんないの。さあデコさん、張り切ってどうぞ。皆さんこんばんは。今日はなんと僕と同じ出身、長野県を僕と一緒に追い出された、いや追い出されていません、すいません、シンガーソングライター、山梨県の富士吉田市在住のシンガーソングライターデコさんです。デコさんこんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。あらあら、打ち合わせよりすごい可愛い声になってる。なんでこんなに変わるの。ねえ、さすが本番に強い女の子デコさんでございますけどね。で、あのデコさんは長野県のどちら出身でしょうか。長野県の下條村出身です。下條村出た。皆さん、はい、下條村っていう長野県の南の方なんですけど、はい、もう有名な方が出てますよね。有名な方、ね、そうですね、峰龍太さんの出身でございます。峰龍太さんのね、ふるさとね、ほんと大自然のね、豊かでね、かね、水もね、はい、本当に空気も綺麗でね、はい、ね、おで、ね、デコさんが日本刀を持ってね暴れて、その本当にその日本刀のがね綺麗でね、それはないんですけど失礼いたしましたね。ね、そこで、あの、それで今そのデコさんなんですけど、はい、あの今ラジオをやってるって聞いたんですけど、どこでラジオやってるんでしょうか。山梨県富士吉田市の FM 富士五湖というところでラジオパーソナリティをしております。はい、番組はあのいくつかやってますか。はい、4番組。ぜひ教えてください。あ、4番組、ちょっと教えてください。はい、はい、モーニングフォレスト木曜、あ、モーニングフォレスト火曜日、はい、木曜日、これが、
朝の番組になります。朝の番組で、ね、朝からこう聞ける、はい、もう二日酔いでもデコさんの声を聞けばみんな元気になっちゃうもう迎え酒いりません皆さんデコさんのラジオ聞いてくださいで次は、はいはい、トワイライト富士五湖、これは水曜日の夕方の番組になります。水曜日夕方トワイライト、いいかっこいいな名前な。俺のラジオ番組ダンプエジブにやっつけラジオナイトミアだもんな。これもちょっとねデコさんを見習おうと思います。次の番組は、はい、そしてもう一つは、日曜日のお昼過ぎ頃に放送されております、はいはい、富士五湖ミュージックセレクトというミュージシャンを紹介する番組です。なるほどね、やっぱ ね、もうやっぱシンガーソングライターだけあってね、やっぱ音楽の番組はやってるということでね、もう僕なんかで、ね、はい、僕もねシンガーソングライターで音楽の番組全然やってないということでね、ね、失礼いたしました、ね、素晴らしいですね。ほで、あのすいません、あの早速皆さんびっくりしてると思うんです。デコさん、え、本名かな、え、ダンプさんってなんか変なこと言ってらっしゃいって思うんですよ。いや実はこうデコさんっていうのが本当の名前なんです。僕も最初びっくりしちゃって、はい、あのもちろんあのデコさんもダンプヤジボーイったらびっくりしました。もうお互いがびっくりし合ったというね、ね、名前なんですけど、デコさんはなんでこんな名前になったんですか。はい、デコはですね、はい、実はとっても広大なおデコを持っております、うん広大な、広大な、はい、もう僕目の前にこうなんかねチベット高原のようなそんな感じでしょうか、はい、広大っていうと、そうです ね、もうサハラ砂漠とかいろんな言われ方しておりますけれども、チャームポイント、おでこです、素晴らしい、はい、そのおでこが、はい、このおでこの広さをですね、はい、高校時代音楽を、まあ、作り始めた時代に、はい、その一緒に音楽を作っていた先輩にですね、はい、このおでこの広さを見染められてと言いますか、あまりにも広すぎるということでいただいた名前になっております。いやー、でもその前に先輩がそういうこと言っても笑って許しちゃう猫さんの心が広いよ、心が広大だよ、もうおでこと心が広い猫でございます。皆さんね、よろしくお願いしますよ、ね、はい、ここそれでいきます。素晴らしい、はい、ここね、ここでシェアしてきやがったなっていうね、素晴らしい。でその高校の先輩があのデコちゃんをね、おでこ広いからデコって死にって言って、その言葉を残したっきりデコさんのね続きをもらって未だ行方不明ということでねなっておりますけどね皆さん探さないでくださいということでね、もう続きでもうね仕留めたということで、嘘ですよ皆さん、デコファンの方すいませんデコファンの2億人の方、あのどうぞすいませんでございましたということでね、炎上ラジオ今日も頑張ってます。いやーけどすごいな、で今もあの僕写真見たんですけど、すごいもうね、はい、あのなんかおでこをすごい強調してるんですけど、これはまた、はい、ね、どうしてやけを起こしたとかそれじゃなくて、どうしてこうでおでこで行こうと思いました、デコって名前で。これ実はもともとおでこ、あの、はい、おでこ広いのがコンプレックスだったので隠してたんですけど、隠してて、はい、でもあのやっぱりデコっていう名前で歌を歌っていこうって決めた時に、あの、はい、絶対におでこが見えていた方がみんなが覚えてくれるだろうなと思って、確かに、はい、確かに僕もすぐ分かりました、ありがとうございます。そうだ、決意表明の気持ちでざっくりと行かせていただきました。いやーすごいよ、それでね、あの本当にあのでおでこでもう出してて、あの、はい、とってもね健康的っていうのと明るさがすごい出るんですよこれ本当の話それで歌を聞くと皆さんびっくりしますよ。僕はびっくりして CD 買っちゃいました。本当に。あの、ちょっと CD、いい歌あるなと思ってね、ついつい買ってしまいました。これがデコ商法ということでね、皆さんもね、気をつけてください。気をつけることないですよ。どんどん買って、どんどん笑顔と元気をもらってくださいということでね。まあ、僕、デコさんよりも後頭部の方がね、すごい広がってるんですよね。ね、頭上サハラ砂漠って言って、これはまあ、老化現象ということでね、デコさんと全く違う長野県出身でも、ここまで違うかっていうね、すいませんでございましたね。いやー、そうなんだ。で、シンガーソングライターで、あの、デコさんいるんですけど、はい、あの、シンガーソングライターになったきっかけとか、どう歌歌いたいなってなった、そういう何かこう、馴れ初めありますか？そうですね、もともと、あの、何かを作ったり、うんうん、することが好きだったのと、あの幼少期から、はい、幼少期からあのピアノを習っていて、あの音楽にすごく、ギターじゃなかったんだ最初は。そうなんです。ピアノ、はい、はい、音楽にすごく近い環境にいたので、あの高校時代に入学した、高校に入学した時に、あの、
フォークソングさ、フォークソング部っていう吹き語りをする部活があったんです、はい、そこで入ってギターをやって、はい、今もギターを弾いてるんだ。そうなんです。なるほど。だからもともと音楽の環境にいて、はい、ね、やっぱこう住んでるとこうね、あのね、やっぱあのホラ貝が鳴ったりとかね、やっぱ弓矢のこうピュンピュンって音が飛んでる、それ何時代だと違いますね、すいませんでしたね、怒られる下町村の皆さんすいませんでございました。これが謝罪会見入りますのでね、すいません。だから音楽から昔からやっぱいたから、やっぱその音楽のセンスまでもうね子供の時に取り入れちゃったということなんですね。はい、素晴らしいですね。いやね、あのね、それでまああの話を変わっちゃってすいません、デコさんですね、実はここのラジオ番組は神奈川県大和市の FM 大和なんですけど、はい、神奈川県とデコさんといえば何かこう共通するようなものとか、こう神奈川ってこれよっていうのありますか？実は神奈川県が大好きなんですけども、いやいや、棒読みで言ってる、すごい、ね、棒読みで、そう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 、本当に神奈川大好き、え、はい、その理由は、その心は、理由は横浜 DeNA ベイスターズファンでございます。やったきたベイスターズはーい、ありがとうございます。大和市は関係ねえな、ね、あ、それどうでもいいです、いいです、いや、神奈川県はそうです、ベイスターズですよね、はい、あれなんでけど、あれ長野県はベイスターズファンあんまりいないんですよ、これ本当の話で。そうですね。どうしてまたベイスターズが好きになったんですか？実は本当はもともと子供の頃は中日ファンだったんですけれども、はい、そう、南進の方というか、南進っていうのは長野県の南は愛知県に近いんですよ、だから、はい、みんなドラゴンズファンになって、で、それで新聞も中日新聞なんですよ、ね、そう、結構、あ、そうなんだ、そうなんです、ドラゴンズファンだったんですけど、あの、山梨に移住してちょっとテレビを、ね、そうか、山梨に移住してね、うん、はい、見るようになった時に、あの神奈川県のテレビ局が山梨県入るので、はい、そこで試合中継とかを見させていただいて、あの、はい、あのラミレス監督時代の、あのクライマックスシリーズ進出に感銘を受けまして、うわー、はい、もう最初は筒香選手の大ファンで、ね、はい、うわ、すごいな、それでもベイスターズが好きになって、ツイッターも作ってますよね、ベイスターズの。そうなんです、ベイスターズ専用アカウントがあります。皆さんね、あのデコさんツイッター持ってますので、ね、またうわすごいな、今度ベイスターズの音楽作ってほしいな、ね、ね、いや応援歌作ってほしいな、さらにね、ね、はい、デコさんの作るね、いや素晴らしい、ベイスターズがね好きだということで、もうねありがたいでございます、本当にね、いや、はい、そこでそのね、まあ、長野県から今も言ってたんですけど、山梨県に来たっていうのは、山梨県に来た時は、え、あの僕と一緒で夜逃げでしょうか、え、なんでな、あの山梨県に行ったんでしょうか。はい、山梨県に来た理由は、あの、はい、長野県出身なんですけども、大学進学で山梨に来ました、はい、あ、大学か、大学で、はい、あ、僕なんか大学院も資格ってないですね、すいませんね、学歴ないもんで、すいません、あ、山梨の大学へ行って、はい、それでそのままじゃあ山梨に住んじゃったってことですか。そうですね、本当はあの長野県に帰る予定で、いろいろあの準備とかもしていたんですけど、はい、うん、あの大学4年生の時に、あの、はい、いろいろな山梨県の、大会とかに出させていただいて、うん、音楽を本格的にやっていきたいなと、はいはいはい、そういう風になった時に、山梨県の皆さんがすごく応援してくれて、で、その音楽の、はい、大会の賞とかもいくつかいただいたりして、で、そういうことがあったり、あの、お世話になっているライブハウスがちょうど今住んでいる富士吉田っていうところにあったんですけども、はい、あのそういった方々の、はい、やっぱり応援してくれている方の近くで歌を歌いたいなと思いまして、うんうん、この今住んでいる富士吉田に住んでおります。ね、友情と絆だよね。はい。ねえ、うわすごいな、俺みたいにもう本当にね、ラジオ局コロコロ変えてる子、僕と全く違う長野県民がいるということで、皆さん分かってください、長野県民はこんな僕みたいな変なやついません、デコさんみたいな素晴らしい人がいますからね、皆さんね、うわーすごいな、そういうことで仲間と共に一緒にこれからも歩んでいくということで、はい、なったわけですね、これ、
いやー素晴らしいですねこれね。あのでまあとりあえずね、まあデコさんを応援する気持ちは分かります。やっぱりね皆さんね、やっぱデコさんのねやっぱ続きをもらって行方不明になりたくない、高校の先輩みたいになりたくないっていうことでね命がけで応援してくれたってな、それは嘘ですけど皆さんね、僕も今日夜行方不明になる可能性ありますので、ぜひ皆さんね富士吉田で探してください。川口湖で浮いてるかもしれません、まあそれはどうでもいいんですけど、ここで山梨県と長野県で違いとか同じとこっていうのはありますか？やっぱり山梨と長野は隣の県でもあるのですごく風景が似てますね。山がいっぱいあって山そうですね、まあ、山しかないって言うんですけど、ね、山しかない、ね、自然が豊かという、富士山マジでそっちでいいな山、はい、じゃあもう、でもじゃあ全部が一緒なん似てるんだ、もう山梨と長野は結構すごく似ていて景色も似ているので馴染みやすかったです、ああなるほどなるほど、あとなんかちょっとした違いとかありました？ちょっとした違いが やっぱ長野県とその山梨も似てるけどやっぱ似てるって思っちゃいますね、はい、僕もでもなんかここが違うよっていうのがあります？やっぱちょっと山梨県こうだよっていうな、教えていただければ僕も今度山梨へナンパし行けるかなって、この年だって やめとこう、ね、すいませんでございました先生、師匠よろしくお願いします。長野県の南部の方って結構すごくゆっくり喋ったり、時間の流れも結構ゆっくりだったりするんですけど、そうのどかなんですよね、のどか、そうなんです、ね、ただ、山梨県の方は結構スピードが速い方が多いので話すスピードとかも結構速い方が多いです、はい、そこで結構違いがあるのかなというとこですね。じゃあちょっと忙しいんだ。忙しい、ね、1日が24時間じゃ足りないっていうような感じのもうそうかもしれないですね。いや俺のラジオは多分これ山梨あるぞ早口 DJ じゃあ早いんですね全てが。食べるのもそうですね、喋り方もやっぱりちょっと早く喋る方も多いですし、喋る、そうなんです、食べ方も、喋り方です、食べるのも早いかもしんない、食べるのは関係、食べるのは俺だけかねえ、ね、多分今の、ね、僕も勝手なことをね勝手な想像してね、山梨県民はね食べるのが早いって言ったから、まあ、僕は多分ラジオから追放されるのが早くなると思います、ありがとうございましたということで ねすいません、ね、たった一言でね、ね、本当にね自分の人生をねエンディングを迎えてしまった今日のデコっていうことでねありがとうございましたね、失礼いたしました。素晴らしい、いやもうデコさんってなかなかすごい面白いな、やっぱね、そんなまだね後半戦もちょっとやっていこうと思うんです、ここで早速みんなでもうねデコソングを聞きたいと思うんですよ、デコソング、はい、今日はデコさん何をチョイスしてくれますか、デコソング、はい、今日はニューアルバムリバースより、タヌーという曲を聴いていただきたいと思います。タヌー、じゃあまずは聴いてもらいましょう皆さん、じゃあ曲紹介お願いします。デコでタヌに包まれている。ふふふふふふふ。宝石よりも輝く青い瞳に。僕を支えてくれる。あんまり優しくしないで。噛みついてよ、ベイビー。タヌー、君は光、サファイアブルーの空に向かっていく。つまり僕は君なしでは生きられない。愛してる。タヌーってこれ
あの猫ちゃんの声いっぱい入ってますよね。そうなんです、猫ちゃん。これあの僕あのね、はい、あの今リバース持ってるんですけど、ニューアルバムの、はい、かわいい猫ちゃんがいるんですよ。目の青い、ね、これがタヌーちゃんですか。これはタヌーちゃんです。私が家で飼っているあの私の猫になります。で歌にしちゃうんだ。そうです。しかもこれ皆さん歌と思っちゃダメ、デュエット曲、タヌーとデコのデュエット曲愛がすごい詰まってる。そうなんです。なんかね答えてるし、ちょっと僕思ったけどって言うじゃないですか、はい、この部分言葉にならない幸せ、至福のひととき、なんかこうそれを一文字でこうね、なんか 鼻歌のようにしちゃう、うん、こうそこで何かデコさんとタヌー君が仲良く殴り合ってねえわで、仲良くしてるところをこう想像しちゃうんですよ。なんかこう二人で遊んでるような、だからこれなんかすごい物語ですよね、このタヌーっていう歌は、はい、これなんで作ろうと思いました、これ猫ちゃんのしかも 生声を入れて、はい、もうあのタヌーを愛しすぎている生活なのでせっかくなので、はい、タヌーの物語も歌にしてみようと思いまして、すごすぎる、ね、本当にタヌーの特徴だけを言うっていう歌になってますすごいなこれね、あの多分ね男性の皆さん、あの多分デコさんくどいてもタヌー以上の可愛さがなきゃ多分くどけないと思います。男性の皆さんすいません、しっかりタヌーくんをね、しっかり歌を聴いてタヌーくんと共に生きる、はい、タヌーくんに勝とうと思っちゃうけど、タヌーくんと共に生きようと思えばあなたにも愛がねえあのね訪れると思いますので頑張ってください、はい、いやだけどこのタヌーくんね可愛い声も入ってる、いや僕もこれを聞いたらやっぱね、はい、キャットフード食いたくなったよ、猫飼いたくなれる、ね、すいませんでございました、ね、飼いたくなりますよ ね。いやだけどすごいこれ ね、はい、あの本当にね猫ちゃんとねなんか一緒に寝たくなったりとかね、はい、なんかこう布団の中で 寝たりとかね、なんかこうしたくなってるんだっていうか、なぜかこれ今日も催眠術なんですよ、これ、うん、催眠術ソングなんですよ、はい、何かこう猫を好きになるじゃないけど、なんかこうほのぼのとして今こうまあ景気も悪い世の中ですけど、なんかこの歌を聞くと全てを忘れてしまう、ね、全てを忘れてしまう、僕もあの僕のラジオにクレームがいっぱい来てるのも忘れました、あなたのおかげですタヌーさんデコさんありがとうということで ね、はい、いやすごい歌だな、しかしちなみにタヌーちゃんは女の子です。あ、女の子なんだ、すいません先に言えよ、先に聞けよか、先に聞け、あの男性の皆さん OK です、 OK です、タヌー君と同時にぜひあのね一夫多妻制を貫いてください。違う脊椎動物でよかったねなんて、だから違うって、はいこれはまああのすいません、あのねえあの放送事故でございます、皆さんすいません、また今日もやってしまいました、あのあメスかすいませんでしたねで、あの勝手になぜかオスって感じにしまって、しかも先言えよデコ、この意地悪、もう本当にあの猫の歌ですけど僕が犬の歌になりました。あの今度あのニューアルバム、デコさんのニューアルバムのタイトル決まりました、あの負け犬ありがとうございましたということで ね人生の負け犬ダンページボーイです。でいやその早速そのね、あのリバースもそうなんですよ、僕が好きな歌はですね、あの以前出した茜、はいね、こちらがねちょっと僕ねびっくりしちゃってね、もう来月ちょっと愛媛県のねあのラジオバリバリって僕コーナー持ってるのでそこでちょっと紹介してね語ろうと思うんですけど、いろいろな歌もあるんでこういっぱい入ってるんですけど、一曲一曲が、はい、もう全て違うデコワールドが見せてくれるんですよね、これ不思議で、はい、もう全然なんか一つ一つ魂込めてもうメッセージ性がすごくて、で一緒にこう何かこう手拍子して歌って明るくなるのもあるし、なんかこうしみじみと感じるのもあるしっていう、何かこう全てが詰まってる、たかが1枚じゃ失礼ですけど1枚のこのアルバムに百科事典じゃないけど全てがこう詰まってるデコワールド、素晴らしい CD だなと思って僕ね聞かせてもらったんですけど、デコさんこうやっぱこのタイトルもすごいストレート、歌詞も歌もストレートなんですけど、デコさんがこう歌を作るとかそういう時っていう、こう私はこういう歌を使いたい、みんなにこう感じてもらいたいっていう、なんかコーナーはありますか。
そうですね、エコーは歌を作っているときはやっぱり皆さんに、うん、分かりやすく話が伝わるように、うん、はい、物語っていう、形式といいますか、物語をイメージして作らせていただいています。はい、だからか、すごいな、はい、一つ一つの、ね、歌が例えば3分の歌だとしても3分間の映画なんですよね。もう、すごいです、もうスピルバーグじゃないですよ、デコルワールド、ねねね、ちょっとすいません、もうちょっといいこと言えばよかったですね、すいません、二文字で難しいですね。いやだけどすごいね、素晴らしいです、デコさんね。いやだけどね、昭和歌謡とか、ね、昭和の曲がすごく好きだったので、そういったものが背景に、私の背景になっているのかなというのもあって、昭和と懐かしさを感じるのはこれか。そうですね、はい、懐かしさと物語っていうのをセットでお送りしてお届けしています。だからこうね、皆さんもね、こう例えばこう平成生まれの方もね、こう知らない昭和をね味わえるかもしれないし、新しいあなただけの昭和で、全て昭和といってもね、時代はあなたが作ればいい、心の中の時代を作れっていう感じですね。バイデコっていう感じですね。素晴らしい方でございますと、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、こうね、デコさんにね、ここまでこうデコさんにね、感動させてもらいましたんで、ここら辺で一気に叩き落とそうと思いますので、皆さん恒例の生贄ゲスト、生贄クエスチョンデー、イエーイ。俺一人か、ね、失礼いたしました、ね、すいません。ここからはアーティストに何も聞いてません。デコさんは何を質問されるかも全く分かっていません。いきなりいきますので、はい、デコさん10個の質問いきますので、お答えください。よろしくお願いします。いきます、はい、生贄クエスチョンデー第1問、アーティストになっていなかったら何になっていましたか？アーティストになっていなかったら学芸員とか研究員をやりたかったです、うん、うーわーすごい、はい、素晴らしいですね。なかなかね、もう本当に飾ってくれましたね、からそういちゃいけない、そうそうそう、はい、ね、素晴らしい、文化研究がすごく好きだったので、日本民族学っていう学問を勉強させていただきまして、はい、それに関する学芸員とか研究員になりたかったなと思います。と一緒にやってもらいたいな、すべてね、二足のわらじで行ってもらいたいな、ね、ね、タヌーちゃんとともにね、メスですよ、皆さんメスですからね、メスですよ、ね、すいませんでございましたということで、じゃあ第2問いきますよ。第2問、はい、次生まれ変わったら男と女どっちがいい？男、はい、うわ、それはまたなんで、はい、昔から男勝りな性格で、4人兄弟、下に男の子が3人いて長女なんですけども、ああなるほど、はい、はい、その影響で男の子っぽい生活で、男の子っぽい性格で育ってきたので、男の子に憧れがあります、はいはい、それと空手とか剣道とかスポーツをすごくやってきたので、うん、はい、いや素晴らしい先輩、デコ先輩、僕も空手やってました先輩、俺の、はい、すみません、私も空手は やってました、はい、五段で師範もやってました、師範もやってました、すごいすごいです、南進の先生は俺知ってると戦いたいなっていう、ね、はい、ねあ素晴らしい、男になりたいということで、はい、じゃあ第3問いきますよ。第3問、宝くじで3億円が当たりました、デコさん何に使いたいですか、使いますか？わあ一番難しいですね。いやー3億円、まあ、ということは多分今ね、デコさん多分預金通帳に5億は入ってるってことですね、皆さんね、分かっていただきましたね。で、求めない女、それはイコールもうざ、ね、本当にデコ財産があるということでね、ありがとうございます。徳川の埋蔵金が、武田の埋蔵金が、デコの埋蔵金がって言われてますからね、富士吉田を探せ皆さんね、はい、すいません、デコさんちょっと家の床下から出てきますからね、イケメンが、イケメンじゃないかね、小判が出てる、ね、猫に小判ね、はい、すいませんでした、やっぱり何使います？家族というか親に何かプレゼントをしたいですね。いやいいですね、ね、はい、親にうまい棒2本、ね、10円、あと残り2億9999円残ってますけど、どうしますかね、怒られるわ、失礼いたしました、ね、歩く放送事故ダンページボーイです、ね、あ親にね、すごいな、すごいやっぱね、すごい優しいな、ね、俺はやらしいな、ちくしょう、ね、この一番の長野県出身なんで、ね、すいません。で第4問いきますよ。第4問、はい、
これはねちょっとで、ね、あの本名じゃないんですけど、本名以外デコ以外ね、デコ以外で呼ばれたいさらなるニックネームありますか？ああ、うん、そうですね、私、うん、あの結構、私生活では本名の下の名前で自分のことを呼んでいるので、はい、あ、自分を、はい、あ、そうなんです。それはまたなんで、まゆかっていう名前なんですけど、あのやっぱり私っていうと私っていう方が他にもいっぱいいたりしてしまうので、はい、一人称をあの例えばデコとしてお会いするときはデコはというふうにお話しさせていただいていて、はい、で、あの私生活の時は私本名まゆかっていう名前なので、まゆか、あの、はい、まゆはっていうふうに喋っているので、まゆちゃんとかまゆかちゃん、まゆちゃん、はい、ちょっと言ってみてください。ちょっとやってみてください。いきますよ、自分の名前呼んでみて、3、2、1、9。まゆちゃん。あ、照れてる、ね、今日なんか俺勝ったような気がするデコさんに、ね、はい、いや、いいっすね、まゆちゃん、皆さんぜひね、はい、まゆちゃんね、デコさんって呼んでやってくださいね。あ、まゆちゃんね、ありがとうございました。お願いします。はい、じゃあ第5問いきます。第5問、地球最後の日、まあそんなことはないんですけど、まあ、隕石が降ってきちゃったかとかだとかありますね。万が一です、地球最後の日何をしますかデコさん。地球最後の日はやっぱりタヌーと一緒にいたいですね、うん、あ、タヌーと一緒に隕石を破壊する、はい、うわ嬉しい、素晴らしい、できるできる、もうね、あなたたちはもう藤吉さんのアマゾネスって呼んでいいですか、今度から。もう歌謡界のアマゾネス、もうね革命を起こしますよ、もう ね怒られるわね。あ、すごいけど、やっぱタヌーちゃんと一緒にいるということでね、なんか泣けてきそうな物語がもう見えてきたもんね。ね、ありがとうございます。まあけど隕石でも多分ね、あなたとタヌーちゃんだけは生き残ります。ありがとうございましたね、失礼いたしました。第6問いきます。第6問、イケメンにディナーを誘われました。何を食べに行きますかデコさん。イケメンです。マクドナルド、うん、マクドナルド、安ね、はい、あ、けど男としては嬉しいよね。ねえ、お寿司が食べたい、まゆかはやっぱりもう特上の寿司がいい。違います、マクドナルドでいいよ。ねえ、まゆか、マクドナルド行こう。あ、俺イケメンじゃなかった、すいません。あ、けど皆さん、マクドナルドでね、はい、ね、しっかり愛が語り合えるんですなんてね、すいませんね。あの、ポップなというか、そういうちょっとね、うん、お手頃なお店にイケメンと行くというのはすごく夢がありますよね。なるほどね、もうお手頃なイケメンにはやっぱお手頃なね、ね、もうね、ここでハートをつかまれてますね、イケメンはね。素晴らしいでございますね。デザートにイケメンをどうぞ、デコさんね、ありがとうございました、はい、じゃあ行きますよ、第7問。今夜、キモ男、ダンプ親父ボーイにディナーを誘われました。デコさん、何を食べに行きますか？ものすごく高級なお寿司が食べたいです。俺は飛んで三つぐくんだ、やっぱ三つ越えね、ね、言わなきゃよかった、すげえ。ね、あの、安心してください、ファンの皆さん、 お寿司食ったらすぐ逃げてきますから、この女多分ね、知らないあれって、やべ、ウサインボルトよりあのデコ早いなってね。山梨の人って早いけど、あいつ逃げ足一番早いじゃねえかってね。デコさんね、皆さん、高級寿司を食べた後デコさんはマッハで消えますから、もう引田天功以上に消えてきますから、皆さんお気をつけくださいということでね。素晴らしすぎる、これはね、ねえ、でとても恐ろしいですね。タヌーによろしくお伝えください、ね、すいませんね、はい、ね、はい、第8問いきます。デコさんの座右の銘を教えてください。座右の銘、うわ、座右の銘、なんか考えてることがあったんですけど、うん、パッと出てきませんね、うん、なんだろう、いいですよ座右の銘、ね、じゃあもう今決めましょうね。キモ男には高級寿司を奢らせる、これでいきましょう。、ね、はい、はい、じゃあワンスモアプリーズ、せーの、ね、キモ男には、俺しか言ってねえや、ね、すいませんでした。ね、ね、しっかり俺のラジオにも黙秘権というのがちゃんとあるんだ、人権というのがちゃんとあるんだ、俺のもワシントン条約があるんだ、俺にも、ね、それ違うわ、ね、ありがとうございますね。ね、やっぱり、ね、座右の銘ありましたか？太く短くかな、あの、太く短くが座右の銘かなと
思ってます、ええ、細く長くも大事ですけど。なるほどですね、素晴らしいですね。もう、はい、イケメンにはもうお手頃なマクドナルドとして肝麺もうそれをもう象徴してるよね。もうこれ、ね、伏線だったんですね。これはね、座右の銘の伏線だったんですね。ね、素晴らしいでございます。もう物語ですね。イケもうイケニアクエスチョン10がもう一もうデコの物語になってるこれ歌になってますこれ。あの来月これイケニアクエスチョン10点って新曲が出るかもしれませんね。ね、ありがとうございます。あの最後に、はい、あエンディングには僕の命がなくなってチーンって最後。あの音楽の終わりはチーンって締めると思いますよね。ありがとうございます。ポクポクポクですね。で最後は、ね、ナムアミラブツっていう声が入りますのでご了承くださいね。じゃあ第9問いきます。第9問、はい、無人島に何か一つ道具持っていくとしたら何を持ってきますか。あ、生き物だったらタヌーですけど。そうそう、タヌータヌータヌーと一緒。タヌーもつけてやる。じゃああの怖いからを、怖いからあの高級寿司をおごらなきゃいけなくなるから俺もね。え、住宅高校金35年ローン使わなきゃいけないからタヌーもつけます。じゃあタヌーと一緒に無人島行きましたら何を持っていきますか。あ、そうだったらやっぱりチャオチュールですかね。え、何それ。あの猫のおやつです。あ、おやつ。あなたの食べ物はいいのか。あ、そうか、俺が高級寿司おらいんだ、無人島まで行ってね。そうです、そうです。ね、そういうことですよね。伏線ですもんね。ね、全て伏線ですもんね。これ無人島も伏線ですよね。さあね、あの肝麺はね、肝麺とね、ディナーはね。いやー、なるほど、やっぱ猫ちゃんオンリー、タヌーオンリーでね。素晴らしいね。もうファンのみんなはタヌーになりたいってなってますからね。ありがとうございますね。じゃあ最後の質問いきます。第10問、有名人とライブでコラボ、誰とコラボしたいですか。あ、コラボですね、はい、私すごく尊敬している方がいて、実は昔、うん、コラボしたことがあるんですけれども、はい、あのルックっていう、ルックシャイニオン、はい、君がバンドの悲しだけ、ね、鈴木徹さん、はいはい、にもう一度お会いして対バン、あの高校生時代じゃなくて、いいもっと大人になって上手になった私を見ていただきたいなと思います。素晴らしい。やっぱ、はい、結構古いですよね、ルックといえばね。そうですね、うん、あの長野県のその飯田市のライブハウスに昔歌いに来てくださったことがあって、来てくれて、うん、そうなんです。オープニングアクトで私が高校生の時に歌わせていただいたんですけども、はい、その時のやっぱり鈴木徹さんにすごく影響を受けて、ギターの弾き方とか歌い方とかも影響を受けたので、はい、ね、はい、ぜひまた対談したいなと。すごい出会いがあったんだ、はい、出会いがね、はい、もうそれがまあやっぱ今デコさんの今を作ってるやっぱりこう明るい歴史ですよね。で今日が僕のラジオに出てね、高級寿司をおごれなんて言ってる黒歴史ですよね今日はね。ねえ、ね、今日でデコの本性が出てしまったというね、伏線でございましたね。僕のラジオがね、怒られるわね、すいませんでした。いやー素晴らしい、ね、すごい、いやー面白かった。やっぱこれは面白いな、本性出るから、ね、ありがとうございます。いやそこであのね、あのもう時間がなくなってきたんですけど、デコさん、あの、はい、最後に今後の夢があったら教えてください。はい、デコはもうずっとあの大きな夢がありまして、あ、それは何でしょうか。はい、 NHK のみんなの歌に、うん、歌を絶対できるという夢があります。なれる、うわ、デコさん歌ってもらいたい、歌いたい、 頑張ります。はい、まずは有名にならないとと思って頑張っております。いや僕も NHK でディレクターちょっと知り合えるもんでね、え、本社の方のうんころハッピーダンスって歌作ってるんですけど、これどうだいって言ってる、いやいいけどこれはかけられないって言って、もうねボイコットされてますからね。僕のこの悔しさだから、同じ長野県じゃないですかデコさん。僕は甲子園に出れなかったんです、はい、うんころハッピーダンスという歌で、あなたが甲子園出るんです、あのタヌーと一緒に、ね、はい、猫のおやつを持って、猫のおやつを持って、はい、僕のこの分までしっかり NHK のみんなの歌歌ってください、お願いしますね。ありがとうございます、ね、素晴らしい夢。いや猫さんならね、子供たちの歌とかもね絶対作れる、大人も子供も全てがね、全てに夢を与える、もうスマイルメッセンジャーですからね、もうあなたは素
素晴らしいでございますね。ね、素晴らしいですね。いやー、ありがとうございます。絶対こうね、これからもね、デボンさんもね、また応援したいと。まあ僕もね、いろいろな、ね、ラジオ局とかもまた紹介したりとか、お金かけたりとか、またライブもね、またぜひ、ね、呼ばせていただきますのでね、今後ともよろしくお願いしますね、デボンさんね。ありがとうございます、今日は。え、で、最後にリスナーさんに一言お願いします。はい。寿司が食いたい。寿司が食いたいですか。すいません。失礼しました。ね、はい。神奈川県にも歌いに行きたいと思っております。うん、シンガーソングライターのデコと申します。来年来てね、待ってますよ。はい、よろしくお願いします。ちゃんと、ちゃんと大丈夫。ちゃんとデコさん来るって言えば機動隊とかね、そういうの全部と用意しておきますから、はい、5万人、陸上自衛隊も5万人用意しておきますからね。とても怖いですからね。はい、すいません。ね、ありがとうございました。ね、じゃあぜひ神奈川の方にも、そして全国にもね、歌いに回ってるデコさんですのでね、はい、また皆さんぜひデコさんのツイッターね、あとホームページもぜひチェックしてもらって、デコさんのね今後の予定も見て、ぜひ会いに行ってください。お寿司をおごってやってくださいということで、今日は、はい、今日のゲストはね、シンガーソングライターデコさんでした。デコさん、ありがとうございました。ありがとうございました。タヌーちゃんによろしくね。にゃー、はい、ありがとうございました。ダンプエージボーイのやっつけラジオナイトメア。この番組は DOB エンターテインメントとシステムプラザあゆみの提供でお送りいたしました。またね。お前は何も言わずに部屋から出て行った。お前の背中が全てを物語っていた。追いかけたかった俺、お前を止めたかった。でも下手なプライドが俺の心を制止させた。お前がいなくなった部屋、笑顔がいなくなった場所、光がなくなった今。バカ野郎バカ野郎バカ野郎、俺はなんてバカやら、一人きりの女も幸せにできずに、いなくなってからお前の存在が大きく感じる。一人きりになって初めてわかった。追いかけたい謝りたい抱きしめたい、でもできないバカ野郎。